スタージョン級原子力潜水艦は、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。基本計画番号は SCB 188A ないし SCB 188M。パーミット級の後継で、パーミット級を上回る37隻が建造され、1960年代末から1980年代前半にかけて攻撃型潜水艦の主力を成した。最後期に建造された9隻は、ハープーンの搭載による対水上打撃能力の向上に対応するために、AN/BQQ-2 ソナーから探知距離が大きく高精度のAN/BQQ-5 ソナーに換装したことにより、船体が延長され、またパーチーは大規模な改装を受けているため、用目に変化がある。本級は対潜戦を第一の任務とし、速力よりも静粛性と探知能力を重視して設計され、初めて7翼のハイスキュードプロペラが採用された。パーミット級と同様、氷海行動を念頭に置いて、セールの構造を強化し、不常時の深度管制を容易にするため、セールプレーンの装備位置を低くし、なおかつ90度まで旋回可能としている。本級以前の潜水艦開発を踏まえて、安全対策、並走、居住性を改善する基軸が盛り込まれたことにより、本級は高い評価を得たものの、排水量の増大と船型の大型化は避けられず、特に類的型から魚雷型に、船型が変更され水中抵抗が増大したにもかかわらず出力の向上がなかったため速力は一層の低下を見た。収益期間中にトマホーク巡航ミサイル、ハープーンなどの新兵器が登場し、魚雷とサブロック対戦ミサイルのみだった攻撃型潜水艦の並走は著しく多様化したが、並走搭載可能量の増大は小幅にとどまったため、搭載量の分配にやや悩まされた節がある。冷戦後の研究により、設計命数は当初の20年間から30年間に延長可能であることが示され、ソナーシステムの改良、燃料交換、新型の曳航式、ソナーアレイの増設を含む改装が検討された。しかし、冷戦後の軍縮化で、スタージョン級の各艦は、艦の寿命に達する以前に、高価な原子炉の燃料交換を避けるために退役が進められ、情報収集任務に従事するパーチーを除く全艦が1990年代末までに、また2004年10月19日にパーチーがそれぞれ退役したことにより、スタージョン級は米海軍から完全に姿を消した。本級の船体をもとに自然循環式原子炉を搭載するナーワルと、ターボエレクトリック方式推進を採用したグレナドPリプスコムの2隻が建造され、さらなる静粛性の向上を含んだ次世代攻撃原潜の原型が模索された。詳細は各記事を参照。1979年、パーチーはシーウルフ、ハリバットに続く特殊任務艦に改装された。この場合の特殊任務とは、ソ連領海内に進出しての情報収集任務に従事することを意味し、同年、電子情報収集及び分析装置を増載する改装を受けた。1987から1991年には、研究開発計画に従い、メアアイランド海軍工廠で、セール前方に約30メートルの区画を挿入し、船体を延長する工事が行われた。これにより、海底作業用の区画及び無人遠隔作業艇格納庫が増設され、さらに72名の追加人員を輸送可能となる。これに伴い用目は大きく変わり、水中排水量は7800トンに増大し、速力はさらに低下した。また、この大改装に伴って代替艦としてリチャード・B・ラッセルが所要の改装を施された上で、4隻目の特殊任務艦に指定されたが、パーチーの復帰に伴って、指定は解除された。同型艦の一覧を示す。ABC、世界の艦船編集部、2000、アメリカ潜水艦誌、解任者、世界の艦船567、水上義弘、2000、アメリカ潜水艦の技術的特徴、世界の艦船編集部、アメリカ潜水艦誌、解任者、世界の感染567、世界の感染編集部2000、アメリカ潜水艦史、解任者、世界の感染567、1980年代における標準的な武装は、マーク48魚雷15本、ハープーン4本、サブロック4機。1990年のサブロック運用停止後、SSN-671、678から687には、トマホーク4機が代わって搭載されるようになった。結局、米海軍の攻撃原潜での兵装搭載量の問題の解決は、ロサンゼルス級以降における、VLS の導入やシーウルフ級以降における弾庫容量の根本的見直しを待つことになった。AB、SSN-637 スタージェンクラス。FAS、2021年4月17日閲覧。After A5、Year Study was completed on the SSN-637 class submarine.The design life was extended from 20 years to 30 years, with a possible extension to 33 years on a case-by-case basis. However, many boats of this class were retired prior to this limit in order to avoid expensive reactor refueling operations. 下表は特記ない限り、次のサイトの情報を出典とする。SSN-637 スタージェンクラス。FAS、2021年4月2日閲覧。この列の例は DDS の運用能力を付与された艦であることを示す。該当艦は次のサイトの情報を出典とした。SSN-637 スタージェンクラス。FAS、2021年4月2日閲覧。ありがとうございます。